はい、今日は、えー、っと、ライティングです。それで、これは、あれこれって何、何語だっけ何語でやるんだっけ大体。50から 60?50、ごめんね。<laughs> 50から60です。50から65で、えー、これに対して答え。で、竜を2つだったよねいですよね。竜を2個言うんです。じゃあね、理由を2個。私がちょっと考えてみますね。 あれちょっと待って。ここら辺にね、ブルー、あ、ブルーあった、ブルーあった。ブルーね。ここまで行こう。こんな感じかな。はい。えちょっと待って。消えちゃった。あ、なんか違うのがあるな、これ。これ、これなんか全然関係ないのが出てきちゃいました。消します。そして、この字の色を変えようと思ってるんだ、今。あ、これこれこれ。この色にしましょう。じゃあ、 えっとそうですね。あ、読んでいきましょうか。一緒に読もうね。せーの。Which do you think is better for people living in an apartment or in a house? えっと、アパートに住むのがいいか、ハウスに住むのがいいかだよね。これね、どっちがいいかな先生はね、家に住んでるんだけど、でもアパート好きかなだってお金が安いし、 メンテナンスいらないもんね。あ、今のいいんじゃない二つ理由に。<laughs> よし、じゃあそうしよう。そしたら、えっと、こ,これをこのまま使って、リビングイン、i えっと、そうだね。これ、ベータを使って。ベータを使って。で、あと、こう、リビングイナン i アパートメント、ここまでを使えばいいんだね。で、シン n があるから、i イシ n クで始めましょうか。i イシ n ク。 Living in an apartment is better for people. ね。これで最初できたでしょう。で、これで理由がまず一つ。えっ、ー、とあ、まあ、二つ理由がありますって言いましょうかね。いつもの通りね。I have two reasons. で、最初ね、ファーストで、カンマそうですね。さっきなんて言ったっけ先ですね。あ、お金が安いっていうのと、メンテナンスがいらないっていうことね。お金が安い。it is cheap にしようか。it is, あ、it チ s it, it is cheap. はい。これ安い。もっとなんか <laughs> こ、これ、ちょ、ちょっともう少し、 インエクスペンシブとか使いたいんだけど、スペル間違えちゃうと嫌だもんね。チープが一番いいと思います。これあのね、チープここね、例えば、こんな風に間違って書いて、これは間違ってますよって言ってますけど、間違って書いても、あんまり原点ないかもしれない。でもなるべくだったら原点、ほらね、チープにしなさいって、こっちね。なるべく覚えたら、こ h チープとかエクスあエクスペンシブってのこう書くんだけど、 Expensive. こう書くんだけど、これ、こうかなっていう意味ね。お金が高いっていう意味ね。あ、じゃ、これ一応 <laughs>、これはもういいとして、これちょっと読んどこう。exp で読みましょうか。スペルで。せーの。e、いくよ。はい。せーの。expensive.e、e e。こんな感じね。はい。はい。そういう感じです。でも、これちょっとね、なしにしましょう。 f o r e x a m p l e 例えば f o r e x a m p l e えっと f o r e x a m p l e えっとね、そうだね、<music> You need 必要とする a LOT o f マネー、トゥーバイ、h ハウス。オールソー。こうやって一回文章終わった後、またっていう風にすると、もう一つ理由を付け,付け加えることができるのね。だから、オールソーで始めるといいと思うんだ、次の文章は。オールソー。えっと、えっとね。えー ランド。ランドってあの、えっ、ー、と、土地っていう意味ね。ランドイズ。さっきのエクス、あ、エクスペンシブこれね。エクスペンシブ、エクスペンシブ。でもこれスペルがちょっと忘れちゃった場合には、逆に言えばいいんだよ。例えば、ノットチープ。で、チープのスペルが分かれば、オールソ l ランド is のチープ。これでいいんじゃないでしょうか。まあまあ。 なんか子供っぽい言い方だけどね。で、セカンドね。えー、セカンド、第二に、なんて言ったっけえっと、あ、メンテナンスがい,ないらない。メンテナンスって書けないかもしんないね。リペア、リペアも難しいかな。えー、っと、そうだね。えー、セカンド、メンテナンス。 なんかどこ間違ったんだね、これね。<laughs> 直してくれた。メンテナンスイズ。えーっと、not easy. あ、ちょっと待って。逆だ。イ y ズ、イーズ。メンテナンス。あ、必要ない。さっきね。えー、っと、言う need。これ need ってあったじゃん。あったじゃこれ必要とするって意味なんだけど。ここ、言う o n t にしちゃおうね。言う o n t need。 You don't need maintenance. これもあんまりいい文章じゃないんですけど、でも意味は通じると思うんで、これでいいでしょう。You don't need maintenance. メンテナンスと修理とかそういうことね。で、for example.for example.for example. えっと、 そうだな。うんと。あ、アパートが古くなったら、えー、っと、新しいアパートに引っ越せばいいです、みたいな感じね。家だったら古くなってきたら、雨漏りを直したり、庭の手入れしたり、それから、パイプが詰まったら、パイあの水が詰まったらそこを直したりって大変でしょう。だからね。でも一番簡単なのは、 家がふ、あ、じゃアパートが古くなったら、新しいところに移動できますみたいな。ね、簡単にね。えっ、ー、と、そうですね。保園、あ、If か。If、もしだね。If、If you are a part, a n えっと b e c o m e これなるって意味で become ね。becomes old. これ本当は get old, gets の方がいいかもしれない。get old はちょっとなんかあれか。まあいいや。becomes old. で、カンマにして、えー、you can move to a new、えー、あと、new apartment ここに入れてもいいんだけど、new one この one はこれは前にあるアパートメントのことを指すんだ。新しいのに えー、引っ越せますっていう感じ。ここまでで何個か数えましょうかここが数えてけましょうか ?1、2で、に行きますせーの1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 11,、11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 21,、21,22,23,24,25,26,27,28,29,30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 完璧に大丈夫だな、これね。はい。ちょっと待ってね。で、最後にまとめましょうか。これ、あの、60以上になっちゃうね、きっとね。でも、まあいいか。 for these two reasons って言ってその後この I think living in an apartment is better for people っていうふうに、えー、書こうと思うんですけどちょっと多くなりすぎちゃってあのいっぱいやればやるほど水が出るのでえっ、ー、とねここまででそうですねうん そうですね。簡単にいきましょうか。for these reasons.for these reasons にしましょう。two reasons って言わなくても大丈夫だからね。for these reasons I think こ,こも入れようか。まあ、入れなくてもいいや。for these reasons I think えっと、leaving in an ちょっとこれはあの、えー、65以上になっているとは思いますけど、全然問題ないですからね、それはね。はい。これちょっと、日本語に直してみましょうか。ツールで、ドキュメントの翻訳で、言語は、日本語。これでちょっとやってみましょう。 で、間違いがなければ、日本語がちゃんとしていれば、英語間違ってないって意味だからね。えっ、ー、と、どう、アパートするのと一見する。あ、ちょっと待って。これも、も今、Which do you think is better for people? これ、一番最初はね、いつもね、ここおかしいんですよね、訳が。 あこれよ大丈夫なはずです、これ。どれのアパートに住むのとって言ってるから、えあこ,れこれって本当はいらないんだよね。なんでこれ、いつも、あの一番最初が役がおかしいのかっていうのはちょっと今、えー、不可解なんですが、わからないんですけど、でも、まあ、とりあえずこれ間違いないです。そして、アパートに住む方が良いと思います。人にとってはってのはのは、これちょっと硬いけどね。えっと。 2つあります。大丈夫っぽいですね、これね。じゃあ、読んでいきましょう。一緒に言いきます。せーの、アパートに住むのと一軒家に住むのは、どちらが人々にとって良いと思いますか人にとっては、これおかしいですけど、えっと、人にとって、ちょっと待って、人々にとって、これなしでしょ、完全に。意味ないから、はい、せーの、アパートに住む方が良いと思います。 理由は2つあります。まず安いです。例えば家を買うには多額のお金が必要です。土地も安くありません。第2にメンテナンスが必要ありません。例えばアパートが古くなったら新しいアパートに引っ越すことができます。これらの理由から私はアパートに住むのが良いと思います。英語も1回読んでおきます。ウィッチからいきましょう。Which do you think is better for people? Living in an apartment or in a house? I think living in an apartment is better for people. I have two reasons. First, it is cheap. For example, you need a lot of money to buy a house. Also, land is not cheap. Second, you don't need maintenance. For example, if your apartment becomes old, you can move to a new one. For these reasons, I think living in an apartment is better.